の巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。狙う。邪魔しないで。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。狙う。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。連弾やばいってことだよな。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。狙う。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。ごめんなさい、人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。生きられるなら上司つけ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。落とした。かっさばいてやる。倒したぜ。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。邪魔しない。助かったぞアッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵わかった。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。生きられるのは勝者だけ。あっちは苦戦してるのかよ。邪魔しないで。巨人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。蹴散らして本気。助かったよ。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。わかった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけてもらう。狙う。もう一押し。味方が苦戦している。行かないと。落とした。分担
やりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。助かったぜミカサ。エレンとアルミンは無事か。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。かっさばいて。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。救援要請か。助けに行かないと。頼んだ。俺も行く。このままじゃ壁上に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。次蹴散らして。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。なければ勝てない。